次の質問に行きます。梶原一騎牧久夫兄弟について質問です。はい、浜井先生および当時の支部長は梶原兄弟に対してどのように思われていたのでしょうか。牧先生に関してはね、僕も先輩として、まあ、牧先生が黒帯、2段か3段の時かな、自分がグリオミの時にね、道場で手合わせしたりしましたよ。で、強い弱いで言うと、僕はね、牧先生に関しては、空手に関してはね、やっぱり他の先輩と比べれば試合に出たわけでもないし、そういう面ではね、あんまり、評価というかね、難しいんだけど、喧嘩は強かったんじゃないかな、というふうに思いますね。それと、人間的にはね、これね、今よく言われるんだけど、フルコンタクトの世界でもね、牧先生非常に好かれてる。私なんかもそうだし、組手やった後でもね、なんていうのかな。いや、浜井は強いなってね、例えば私が審査を受けてるとき、大山総裁の横に牧先生が座ってて、はい、浜井指立て何回できたってね、いや、浜井は強いんですよってね、こう褒めてくれるんですね。ほんでまあ、これは松井くんも、緑くんも、私もそうだったんだけど、何人かはあるの、なんか六本木の、ちょっと女王様の店連れてもらったりとか。女王様の店連れてくれたりね、六本木交差点近くの2階のね。そういうこともあったりね。非常に気さくな方でしたよ。ほんで先輩面もそんなすることなくね。ただスタイルがね、スタイルなんで。ほんで会うとね、浜井元気してるかってね、すぐ死闘で喉を打ってくったりするんで、困ったなという面はありますけど。牧先生の本で浜井先生のこと書かれてますよね。ありがたいです。27人の侍って言ったら。そうですね、ありがたいですね。だから非常に、私にとってはね、いい先輩でした。はい。はい、じゃあ次の質問いきます。で、まあ、これもまた同じような質問なんですけども、梶原一騎牧久夫先生と大山総裁が決別した件について質問です。牧久夫先生の書いた大山摩擦の日々によると、その原因は、1、地上最強の空手パート2での利益取り分で揉めたこと。2、様々な利権の主導権を取り上がったということなんですけども、先生、これに関していかがですか？僕はね、そういう話も全部聞いてますけど、詳しくは聞いてないですよ。中にいたわけじゃないから。はい、ただね、やっぱりね、大山先生はあくまでもアマチュアのトップで、極真会館全日本大会、世界大会を企画する人間で、これはあくまでもアマチュアのトーナメントですよ。そこへね、例えばプロレスだとか、ある程度のそのプロの要素が入ってきたときにね、これはね、方針がぶつかるのはこれ仕方がない。それと、そのエンターテイメント、あるいは興行、エンターテイメントはエンターテイメントね、真剣勝負かエンターテイメントが、もう一つはアマチュアの、ね、武道の試合なのか、プロの興行なのか、で、この辺がまた違う。そうすると見せ方も違う。派手さも違う。一緒には無理だと思う。そこへ持ってきて、ここにお金が絡んでくる。これ、うまくやれっていう方が難しいんじゃないですか、切ると。まあ、そうですよね。はい。それぞれそういう思惑がいろいろありますからね。そうそう。だからこれはね、誰が悪いとかいいとかじゃなくて、はっきり言うと、墨焼けをきちっとすれば揉めなかったのかなって。俺はアマチュアだよって。君はプロに任せる。その代わりアマチュアに寄付してくれよっていうような形。どっかで聞いたような話だと思うんですけど。そういうね、墨焼け。墨焼け。うん。僕は、小島さんの件でも言ったけどね、小島さんは、ノンフィクション作家としてね、いろんなところがいい本出してるんだから、ちゃんと墨焼けしてりゃいいのを、何か、その、格闘家の領域に入ってきて、格闘家のようなことを言い出したりね、なんでそんなことする必要があるんですか？僕は、一支部長としてね、墨焼けてる。これね、支部長とか、どっかの会長は偉いんじゃないんですよ、空手の団体も。私、大山総裁がいた頃に、大山館長であった時代もあった。その時、末端の白帯の弟子であった。それ、何を言いたいかったら、それぞれ墨焼けして、その持ち場持ち場の役割分担してたんで、これ、誤解しないでください。誰が偉いっていう話じゃないんですよ。言ってる意味わかります？トップに立ったら責任は重大だけど、人間として偉いかどうかっていうのは、人の役に立ったかどうかであって、役割分担してる。僕は前にも野球の時にも言いましたよね。WBC の時も。
あの、ボールボーイでも、あの、球場という舞台を作ってる一人の役者なわけです。大谷選手はスーパースター中のスーパースターだけど、やっぱり役割分担やってるスターなんですけど、役割分担の一つであって別に人間的に偉いかどうかは人の役に立ってるかどうか。その点、大谷選手は偉いね。敵をも尊敬する。今日一日は尊敬するのはやめよう。我々は勝ちに来たんだって。尊敬する敵を倒すために来る言葉ですよ、あれ。素晴らしいですね。素晴らしい。あれこそが武道精神。あのね、無理に野球と武道を結びつけるなっていう人いるかもしれないけど、違うんです。日本に来ると、ベースボールは野球道。ね。キックボクシングはキックボクシング道。ムエタイはムエタイ道になる。プロレスもプロレス道になる。私これ、ちょっと逆に僕ね、宮本さんに質問したいんだけど、はい、海外のプロレスラーとか、ね、格闘家が日本に来ると、すごく喜ぶっていうの、はい。なぜかったら、向こうだと酒飲んで、ビール飲んでね、なんかバカにしたようなものの言い方で、おい、もっとやれって言ってるんだけど、日本に来ると、みんな尊敬の目っていうか、侍を見る目で見るって。そうですね。技術に対してしっかりと称賛してくれるっていうか。そう。あのね、職人芸とか、いや、技術だけじゃない。肉体そのものも尊敬してるっていう。はい、それはなんで尊敬してるんですかそれ。日本の選手って。やっぱりリスペクトです、ね。リスペクトの選手、どうしてリスペクトできるんですか、まあ、そこに至るまでの努力っていう。敬意を見てる。敬意を持つんですよね。はい、それが、道なんですよ。そこまで行く、ここまで道を歩んで体作りしてきた、技を磨いてきた。だから日本じゃ、人間国宝っていう言葉あるでしょ、人間を国宝にした国だから。この精神はね、やっぱり最初ね、みそぎ払えの、ね、自分の欲望を捨てて、ね、汚れ、欲望、自分さえ良けりゃ、自己中、敵を繰り殺さえすれいてある、けだものの心を全部みそぎ払って、その次に日本では和の精神、和をもってたっとしという憲法十七条の精神、この二つ、みそぎ払え清める、ね、欲望を捨て、最後に和する、こういうね、世界から出てきたのが、殺人術である武術が武道に変わったんだって。つまり、武術は殺人だけど、武道は人を生かす道であるって。あ、もちろんこれまた言うとね、いや、武術でも人を大事にしてる人いるとは、わかるんですけど、そうじゃなくて、わかりやすくものを言ってるだけで、そこが世界にある武術文明と、日本にある武道文明の違いだって僕は、分かりやすいからこういう説明の仕方してるんです。あの、武士道という本を書いた二戸部さんはなんでその本を書いたか。ある宗教家からね、日本は何で倫理教育、道徳を教えてるんだって言った時に、え、日本には神道は教えがない。払いためめ、清めためしかない。あとは和の精神しかない。え、我々日本人はどこで人間教育をしてるんだろう。道徳教育、倫理教育してるんだろうって考えたら、武士道精神にあったと。それから、あ、なるほど。日本は、武士道が教育の基本になってるんだと。その武士道はどっから来てるかって言ったら、和の精神だよ。道だから。和してないと道は歩めませんから。その前は、汚れの精神。みそぎ払いの精神だと。これが僕はね、あの、浜井さんなんでそんなこだわるのって言われるのは、スポーツと武道は違うんですって。これ、大山先生、本当によく言ってたのよ。でね、あのね、スポーツバカにしてんじゃないですよ。スポーツも日本に来るとスポーツ道になっちゃうのね。あのね、スポーツはフェアプレーだけでいいんですよ。敵はぶっ殺せでいいんですよ。あの、野球もそうでしょ。スチール、盗め、騙せ、いろいろやってるわけだ。盗塁とか。盗塁とか言いますからね。だけど、日本の場合はね、あの、それも綺麗にしようってなっちゃうんだよね。だから、ある意味ね、スポーツ道でしょ。プロレス道なんですよ。で、それを認めるからこそ、日本のプロレスファンは、プロレスラー見てもね、エンターテイメントだってじゃなくて、エンターテイメントできるだけの力持ってるという見方をして、尊敬の念で見るから、あれ、なんか日本来て一回試合するとね、海外行って試合するの嫌になるくらい、日本が楽しくなっちゃう。こんなことあるんですかね。そういう外人多いですね。ああ、そうですか、はい。いや、そこにね、尊敬の念を持ってね、見るのとね、あの、なんか酒飲んで馬鹿にしながら見るの全然違うからね、はっきり言うと。ちょっとまた質問に戻るんですけども、はい、また、梶原先生の質問で、
芦原思案、添野思案の波紋除名の後も公然と梶原一騎、牧久夫兄弟は付き合いを続けていたと。牧久夫先生によると支部長会議の通知も来なくなり、梶原牧両名欠席の上で行われた支部長会議で梶原牧除名の賛否を取ったら半々で大山総裁預かりになったと。それを伝え聞いた梶原牧両先生は自分から脱会することを通したと。さらに梶原一騎が亡くなった時に葬儀に出席するかどうか緊急支部長会議で議決を取ったら半々に分かれて、結局梶原先生の墓参りで済ませたという事後報告がされたと。この一連の流れで支部長会議でどんな議論がされたのか浜井先生に教えていただきたいです。すみません、僕はそのことはあんま覚えてません、はっきり言いまして。揉めてるなーっていうことが聞いたり、ただね、はっきり言いますよ。まあいろいろ総裁の愚痴的なことは聞いたことありますよ。だけどやっぱり極真がここまで大きくなったのは梶原一騎とのおかげだって、梶原先生のおかげだってことは総裁は陰では言ってましたよ。感謝してたと。うん、それは表向きね、やっぱり金が絡んだりね、アマチュアの講義、アマチュアの大会と、全日本大会、世界大会と、プロのね、ウィリー対猪木だとか、そのいろんなウィリー対前田明だとか、そういうところになっちゃったらね、例えば、はっきり言うと、工業というかいう、その、アマチュアとプロの違い、それと工業と武道の試合の違い、だからそういうね、圧力、金の問題、これはね、一回揉めたら人間関係簡単には元に戻りませんよ。でもね、根っこの部分にはね、僕は間違いなく感謝の気持ちはあったと思います。はい。本当、私もそうだもん。やっぱり極真って持ち上げられたお金ってね、下手すると半分くらいはね、梶原先生のお金ですよ。間違いなくこれは。はい。少年マガジンに連載された空手バカ1台の宣伝広告ってすごいものだった。すごいです。毎週20何ページ、5年くらいにわたって確か、5年近くじゃないですかね。あれ、1ページ100万にしたって大変ですよ、そのまま。相当な。1回2、300万でしょ ?300 万ぐらいでしょ。それ、55週ですよ。もう1500万、2000万の世界が5年続いたらすごいことになっちゃう。まあ、それによってこう、爆発的に人気が高まって、出ましたよ。全国的に名が広まったわけですからね。だからそれでね、何が良かったかって言ったら、やっぱり人間ってね、底辺層が広がると、頂点のレベルが高くなるんですよ。うん、これはでかかったですね。なるほど。で、次の質問いきます。大山マスターズの日々、かっこ牧久夫先生の本なんですけども、巻末に松井翔慶から電話がかかってきたエピソードが書いてあります。それも世界大会の前に、極真を辞めた牧先生がマス大山空手スクールの看板を出しているのはおかしくないでしょうかと言ったらしいのですが、これは松井翔慶のある意味で出しゃばりとも取れるスタンドプレーの正義感なのか、それとも自分で電話をかけられず、松井翔慶に命じて電話をかけさせた大山総裁の小心さ、こそくさと受け取るべきなのか。浜井先生は両者を直接知っておられます。先生はどうお考えになるでしょうか。僕はその具体的な話は知らないんで、知ったかぶりできないんです。ただ、まず大山空手スクールに関しては、最初あれ、大山総裁がまず大山空手スクール、牧先生のが編集者ということで作ったんでしょうけども、そのうち空手マガジンもそうじゃないですか。まず大山空手スクールも。権利を売っちゃったと。ああ。牧先生に売っちゃったと、空手マガジンにしてもね。うん、で、これ言いにくいんだけど、ほら、パワー空手っていう新しい雑誌作ってね。はい。20雑誌発行。あの辺がもうすでに揉めてた頃ですよね。だって空手マガジンとはもともと極真会館の機関紙としてたのに、大山総裁が編集方針が牧先生とか梶原先生じゃ困るっていうんで、パワー空手を作り出したわけですから、それは面白くないですよね。極真が有名じゃない時期にね、一生懸命宣伝してきた牧先生や梶原先生や牧先生にしてみれば、なんだこれ人気になってきたらこっち空手マガジンしてて自分だよって、だそういうね、金銭とかのその経緯については、それはね、やっぱりね、多少問題もあったと思いますよ。大山総裁にしても牧先生にしても梶原先生にしてもね、それの内訳がどれがいいとか悪いとかってね、まず弟子の身としても言いたくないし、もう一つ第三者としても知らないんだから言いようがないですよ、はっきり言うとね。はい、そういうことです。まああれですね、まあ当時のまあ今みたいなインターネットの時代じゃないんで、まあ一つの雑誌って相当な情報源ですよね。それは情報源ですよね。
まあその特に地方の人からしたら雑誌が雑誌しかないわけじゃないですよね。やっぱその雑誌を見れば全部の情報がそこしかなくなっちゃうわけですから、はい、まあそれはそうなるかもしれないですよね。そうです。だからそういうね、あの細かいことを私が正直言って聞かれてもね、なんていうのかな、私も案外皆さんと同じレベルでしか知らないことも結構多いですよ。はい。何でも知ってるわけじゃないと。何でも知ってるわけじゃないと。先生はその辺をこうズバッとこう言ってくれるから逆にこう気持ちがいいですよね。そうですよ。分からんことも分かったようなこと、いや俺は何でも知ってるってそんな言えるわけないじゃないですか。脚色なしで。うん。はい。で、今後も浜先生に関する質問はいつも大募集中ですんで、たくさんのご応募お待ちしております。ぜひ、五神空手に関する質問ならいくらでも答えますよ。五神空手はあれですよね、先生のこの大森の、はい、バトルフィットネスに来ていただければ、いつでも先生が直接ご指導する。はい。それは、うん、私に直接連絡くれてもいいし、はい、あとね、なんだっけ、7月から、五神の教室始めますので、はい、本格的に東京全土から、あるいはね、関東近辺、まあ、通える人がいれば、福島でも、茨城でも、千葉でも、神奈川でも、あるいはね、静岡でも教えますので、まあ、教室はまずね、今週1回か2回しかできないと思うんですけど。詳細は決まったんですか？はい。詳細は何曜日の何時からとか。大体決まってます。土曜日になると思います。土曜日。はい。土曜日の、土曜日と日曜日の夕方ぐらいになると思いますよ。20秒みんな嫌だろうけどね。遠いところからも来やすいですよね。そうですね。週末はね。はい。じゃあ、五神空手の教室も新しくリニューアルするということで、皆さん、ぜひ、たくさんのご応募お待ちしております。先生、今日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。